皆さんこんにちは。どうワールドロバーマーケットの安井です。ぐちです。今回なんですけど、はい、技術のそのなんだろうな、一個の技術でもこうね、実際卓球っていろんなボールが来たり、そうそう、いろんなボールを出さなきゃいけないっていうところで、うん、まあ例えばツッツキだったらツッツキ一種類じゃなくて、うん、これを覚えておくことでいろんな球が出るよとか、いろんな球に対応したり出るよっていう、こう技術の幅が広がる、いろんなことができるようになる考え方、やり方っていうのを、解説していきたいなと思います。よろしくお願いします。でも早速、結論なんですけど、一つもう絶対これだけはやってほしいなと思うのが、ボールのいろんなところを触れるようになるということですね。例えば、まあ基本のツッツキだったら、まあ、大体ボールの後ろを触りましょうみたいな、まっすぐこう捉えていくんですけど、慣れてきたら例えばボールのこっちを取ってみたり、ボールのこっちを取ってみたり、分かりやすい例で言うと、まあ、ちょっと相手から横回転サーブ来た時にこう取ったりこう取ったりして対応することって多いと思うんですけど、それだけじゃなくてですね、例えば下回転ブチッて切れた時、まっすぐ当てるともうボールのその回転と喧嘩しちゃうんですよね。でそこと喧嘩するんじゃなくて、ボールの回転一番回ってるところを外して触ることで返しやすくなったりとか、逆に横回転が入って返るので相手が取りにくくなったり、コースが厳しくなったりっていろんな効果があるので、こう柔軟にボールのいろんなところを触れるようになってみてください。ちょっとやってみます。じゃあこれ普通のツッツキですね。これもブチって切れてるとこう落ちちゃったりするんですよね。でも軸をこう外してあげると全然真下に対しても今全然落ちなかったです。優しいクワッツなんですけど、うん、はい。でこれやっぱりこういう技術を持ってると、ちょっとこう横回転を入れてあげたりコースを厳しくしたり、めちゃくちゃ今サイド切って送ったんですけど、コースめちゃくちゃ厳しくなったり、まあ、こっちもこうですね、うん、こうやって両極端に送れるようになる。1個のスッツキっていう技術でもすごい幅が広がる、で感覚もすごい良くなってくるので、ぜひ、こういうですね、ボールのいろんなところを触るっていうのをやってみてください。でこういったボールのいろんなところを触るっていうのがうまくできない人の特徴、まあ、悪い例ですね、やってみます。こういう状態、これ、うん、もうここ手首がガチガチに決まってしまって、こう腕でスイングしてる方、特にレディースの方にすごい多いようなイメージがあります。これペンの方でも、ペンなんかこう指をちょっとこうやって操作するだけで、ボールの持ち触ったりとか、いろんなところ触れるようになるんですけれども、やっぱり腕でこうやってつっついてる方、レディースの方すごい多いじゃないですか。でそういう方ってなんか1個の触り方しかできないですよね。一種類の、ツッツキだったらツッツキ一種類しか持ってない、この真下を触るこれしか持ってない、うん、じゃなくてこういう指とかを柔軟にしておいて、腕でスイングするんじゃなくて、こういうところを柔らかくしておくことでボールのいろんなところを触れるようになるので、大事なところはギュッて握って腕ではなくて、もうここら辺グラグラにしておく、グラグラにしておいて腕をなるべく使わないで、触る瞬間にポッと変えれるようにしていただくっていうのがすごい大事なのかなと思います。で今ボールのいろんなとこ取りましょうっていう話したんですけど、まあ、この技術だけはこういろんなとこ取れるようになっておいてってい こう優先順位高そうなものをいくつか解説していくと、一つがツッツキです。やっぱりツッツキって使用頻度多いし、まあ速い技術じゃないですよね。球のスピードが速い技術じゃないので、いろいろこう拡張性を持っておくことでこう相手振り回したりとかね、遅い技術なんですけど相手振り回したりとか、することができるので、ツッツキは必ずやってください、うん。やっぱりこうグッチさん今すごい動かすことができる、これこっちを取ってツッツキしたから、まっすぐだとなんか分かりますよね、取りやすい、うん、コース振っても多分取りやすいと思う、うん、多分分かりやすいですよね、コースがね、うん。でもこれがちょっとこう横を取るだけで急に厳しくなってくるし、まあ、横回転入ってるんでちょっとね止まったりとかもしてくれると、こっちに打つと思うんですよね。もう急にコース分かりにくくなってるんですよ。こういう風にやっていくと、やっぱりそのただのツッツキ、ツッツキなんか効かないよって思ってる方めちゃくちゃ多いんですけど、もう本当つなぎの技術だと思ってる方多いんですけど、めちゃくちゃ効いてくれます。
あとはおすすめなのはチキータですね。チキータなんかはやっぱり速い球を出すんだったらボールの後ろをギュンって引いていくんですけど、やっぱりこうどうしてもこう相手のサーブが切れてるとか、ちょっとここは安全に行きたいなっていうのでループ気味のチキータをするときなんかはやっぱりみんな横を取って横回転を入れて曲がるようなチキータを、するのが、主流なんですけれども、それも後ろを取るのか横を取るのかっていうのを使い分けているので、必ずチキータ練習するときも1種類じゃなくて、ボールを捉える位置を変えていくっていうのを意識してみてください。はい、はい、真後ろ、うん、これ真後ろ、これ横、うん、しっかり曲がりましたよね。やっぱりちょっと横をこう取るようにすると、うんうん、ちょっと下回転ブチって切ってもらっていいですか。やっぱりね、回転と喧嘩しなきゃいけないので、うん、すごい大変。でも下回転っていうのはやっぱりこう真下だったらちょうど自分の真正面見えてるところが一番回転が強い。逆に軸の方、横っちょの方っていうのは回転が弱いので、ブチって切られてもこうボールの横の方を取るとそんなに回転の影響受けにくくなるっていう効果もやっぱりあるので、必ずですねボールの正面横と両方されるようになっていただけたらなと思います。あとはドライブですね。ドライブ、例えばループドライブもまっすぐかけるだけじゃなくて、当たるときにちょっと横を取ることですごい厳しいコースに送ったりできる。逆にこっちを取ることでちょっとシュート気味になってきたりもするので、必ずドライブも、下回転打ちからラリー中から、ボールの触る位置っていうのを1種類、真後ろだけではなく、横を取れるようになってほしいなと思います。これまっすぐ、まっすぐ、でもここでボールの横を取ってみると、急に広角に行く、今ボールのこっちを取るような意識でやったんですけど、やっぱり真後ろを取ってしっかり回転かけれるようになったら必ず横を取ってドライブできるようになる、うん、ちょっと取ってもらっていいですか。真後ろ、おお、やっぱさっきの見てるとね、そうだよね、こうやって横を取っていくと、結構もう遅い球なのにめちゃくちゃ動かされてるじゃないですか。で、やっぱりそうすると、さっきの話と同じで下回転ブチって切られても横を取ることで軸を外したりもできるようになるので、まあこうボールのいろんなところを触るっていうのはもう効果一つじゃなくてすごいいいメリットがたくさんあるということですね、うん、ぜひですね、こう技術を一つ身につけたら、こう幅を持たせるためにいろんなボールの裏のところを触って技術ができるように、こう柔軟に柔軟に練習していただくと、こう持っている技術っていうのが、1個の技術なんですけどもう何種類もあるような形になってくるので、ぜひ、意識しながら練習してみてください。今回これで終わります。ありがとうございました。